中年オタッキーです。先日はねライブもやりました。ありがとうございました。まあ動画たくさんアップしたいっていうのもあるんですけど、飽きられるかなっていう恐怖もありましてまあできるだけね動画アップしていこうと思うんですけどね。で今日はねこちらのねカメラレビュー、まあレンズレビューもあるんですけど、コンタックスのね RTS、これねYouTuber のフリーマンさんから、いただいたカメラになります。これをねレビューしていこうと思います。はい、まずこのコンタックスのね RTS なんですけどね、コンタックスっていうのはドイツのメーカーなんですけども、1971年にねカメラの製造をやめていたんです。その理由はねもう一眼レフカメラのね価格競争に完全に、日本のメーカーに負けてしまって、レンズは残ってるんだけど、カメラ事業からは撤退すると、いうことになったみたいなんですね。でそのカメラの製造をやめてからもコンタックスはその日本のメーカーにそのコンタックスブランドのカメラを作らないかということをいろいろ打診していたようで、最初はね朝日光学、まあ、ペンタックスですね、ペンタックスにそのコンタックスネームを売却しようという計画が持ち上がってたらしいんですけど、それはなんか頓挫して、で次に白羽の矢が立ったのがヤシカなんですね。ヤシカはねレンズの製造技術もものすごいですし、それがなんか高く評価されたという話もありまして、ヤシカと提携してこのコンタックスの RTS をまあ発売するんですね。で1975年って言ったらね他のカメラメーカー、まあ、特にキヤノン、ニコンなんですけど、このコンタックス RTS はねもう超ハイエンド機ということで出たんですけども、ライバルとしては、キヤノンは F1、ニコンは F2 という時代ですよね。でその時代に、これはもう完全電子化カメラで、シャッタースピードが2000分の1の、AE、絞り優先 AE を搭載してたんですね。キヤノン F1 もね、ニコン F2 もまだ、100% 完全機械式のカメラであって、驚愕の高性能だったわけです。これをヤシカが作ったっていうのがね、なんか驚きですよね。で、デザインもね、これポルシェデザインなんですね。ポルシェデザインって言ったらね、フォルクスワーゲングループを作ったりとか、スポーツカーメーカーを作ったりしたポルシェ、ポルシェさんの、フォルクスワーゲングループをね、想像した、ポルシェさんの、孫に当たる人が作ったのかな。で、価格がね14万5000円ぐらい、ちょっとね正確なね数字がどうしてもたどり着けませんでした。で、いろいろね驚くことがありまして、まずね、シャッター膜はね布膜なんですね。布膜です。見えるかな。布膜の横走りで2000分の1を、達成しております。で、まあいろいろねやっぱ国産と違うところがあって、例えばね、シャッタースピードダイヤルはね普通ねもう国産ってここにあるんですけどね、これね ISO とかなんですよね。これ見たら分かるんですけど、でシャッタースピードどこで調整するのってこっちにあるんですね。巻き戻しレバーのとこにシャッタースピードダイヤルがあります。でこれ2000分の1まで回して、最後がオートになってますね。最後にするとオートになります。でシャッターボタンはねもう半押しがないんですよ。もうねちょっとでも触ったら切れちゃいます。でじゃあ絞りとかどうやって見るのって言ったら、ここにね絞り値確認ボタンみたいなのがあるんですね。でこれを押すとね、ファインダー内のね LED が、点灯して、オートだったらシャッタースピード、切れるシャッタースピード、マニュアルだったら、適正なシャッタースピードをだからそのシャッタースピードにマニュアルと合わせてやるという形になりますね。でね使い勝手というかね、まあ、慣れなきゃいけないです。根本的にね操作がいろいろと違います。なんですけどもね、とにかくね感触がいいです。シャッターの音はね多分ねこれスピーカーマイクが拾う音はねかなり甲高い音で拾っちゃうのかな。音はねそうでもないんですけどね、手に伝わってくる感触がものすごく心地よいです。これね伝えるのはちょっと無理なんですけどね、なんとも言えない感触で、シャッターを
ちょっとでも触ったら切れるんで、そのねレスポンス感がたまらないです。ただニコン F2 よりはあのレリーズタイムラグは遅かったらしいです。まあ、でね、ちょっと今回は本当はね、フラナーとかね、バリオゾナーとかが欲しかったんですけど、そんなレンズ買えるわけもなく、今回ね、タムロンのレンズでテストしました。タムロンのね、アダプトール2ね、僕ヤシコンのマウント、これヤシコンマウントですね、持ってなかったんで、ヤシコンマウント探したらね、マウント、そのアダプトール2のマウントだけだとめちゃくちゃ高いんですよ。2000円ぐらいするんで、で安いレンズねえかなって探してたらね、これ1円で落札した、タムロンのね、35135、40A っていうモデルになります。これ最短撮影距離が 1.5 メーターというね、ドヒーっていうレンズなんですけど、一応ねマクロモードがついてて、ズーム全域でマクロが使えるんですよ。なんかすごい使いにくいレンズで、で撮影してきました。で作例見てもらうんですけど、その使いにくいレンズの割にはね、いい写りだと思います。これハイライトシャドウ快調もしっかり出て、まあフィルムがいいのもあるけど、アリサイル200、今回もアリサイル200で撮ってます。でまあね、バシャバシャと撮ってきたんですけど、これこのようなね、もうボケも自然でいいですよね。この中解像度もね、そのまあ4倍ズームになるかな、4倍ズームにしてはなかなかだと思いますね。でどっか逆光写真もあったんだけどね、これもね強い光の下で撮ってますけど、コントラスト崩れてないですし、これもねその逆光で完全に撮ってますけど、いい感じで撮れておりますよね。カラーで撮ったらまた印象変わるんだろうから、一回カラーで撮ってみようかなとも思ってますけども、まあこんな感じになりますけど、実はねこれラバーフードがついてたんですよ。よいしょ、これね、これラバーフードがついてて、ラバーフード出した状態で使ってたんですけどね、こんなフードでも 35mm だったら蹴られました。つけなきゃよかったフード。それでね、これ非常に使いにくいです。とにかくね、僕もう僕の作例をねよく見てる人ならよくわかるんですけど、僕寄るんですよ。すごく寄るんですけど、まあ、例えばね、こう、ある程度焦点距離合わせでしょ、で、カチンオービット合わねえやつって、もう毎回マクロなんですよ。毎回マクロ、これね、ピントリングを回して、ダメならここのボタンを押して、このリングを押してマクロにするんですけどね、もうとにかくね、使いにくかったです。画質はいいですよね、このレンズ画質はいいんで、なんかカビあり、ホコリありとか書いて1円で出てたんですけど、まあね、カビもホコリも、カビなんかゼロでしたし、ホコリもほとんどね、少なくて、こんな古いズームレンズでほとんど使ってねえんだろうっていうね、やつを1円で、なんか1円でね、なんか、ゲットした割にはね、いいレンズでした。まあね、これ今後もね、使っていくことになると思う。多分ね、コンタックス RTS で、このレンズでカラー撮っていくとは思うんですけどね。で、まあ、重量感はね、そうですね、今ちょうど F1 がありますけど、まあな、似たり寄ったりな感じですね。ちょっと正確な重量はわかんないですけど、デザインがね、ちょっと、ね、今までの、なんですか、日本のそのメーカーのカメラとしてはちょっと異色、コンタックスというね高級のブランドネームもついて結構売れたらしいです。結構売れたらしいんですけどね、初代コンタックス RTS はとにかくよく壊れるらしいです。そんなわけでね、おすすめなのはね RTS2 とか RTS3 になるんだろうけど、RTS2 以降はねシャッターマークもねチタンになるみたいです。で、まあ余談ですけども、1975年に当カメラは発売になるんですけど、なんと1975年にね、ヤシカ経営破綻するんですね。で、コンタックスとその提携して、ヤシカが製造するんですけども、京セラの資本が入ってくるんですね。これでね、まあ、ヤシカ富岡工学を抱えてたんですけど、まあまあ、ぐちゃぐちゃな状態に、まあ、京セラオプティコムっていうね、最終的には会社になっていくみたいなんですけどね、そうやってね、ちょっと、僕がよく、言う富岡工学は、時代の流れにね、流されてしまって、最終的には、京セラオプティコムっていう会社も、一昨年だったかな、消滅してしまいました。
います、まあね、京セラに取り込まれずになんとか独立してタムロンやシグマみたいなメーカーになってたらどうだったのかなって思いますね。で、このコンタックス RTS に使えるレンズなんですけども、ヤシカコンタックスマウントっていうね、あのパッと見はねミノルタのね MC マウントによく似てます。よいしょ、こんな感じのマウントなんですけど、ね、こんな感じのマウントなんですけどもヤシカコンタックスマウント、のみになりますね、こんな感じですね。トキナーとかはね Y-C とかね、あの略称で書いてあったりします。タムロンはなんて書いてあるんだろうな、よ、タムロンはね For Contax ヤシカって書いてありますね。よ、こんな感じですね。まあコンタックスのレンズでも、ヤシカコンタックスマウントではないと使えませんので注意が必要です。まあヤフーオークションとかでもね、だいたいヤシコンマウントとか書いてあるとは思いますし、中古カメラ屋さんとかだったらね、あ、これヤシカコンタックスに使えるのっていうね、質問したらちゃんと答えてくれると思うので大丈夫とは思いますが、非常に心地よく使えるカメラでありまして、デザインもいいです。壊れるっていうのはね、初代 RTS 壊れるっていうのがちょっと若干マイナスポイントではありますが、ちゃんと動いたらいいかもしれないですね。ちなみに RTS3 あたりの価格を見ると、だいたい今4万円ぐらいで推移してるんですよね。RTS3 が1990年ぐらいの発売みたいですね。はい、今日のカメラレビューはこの辺で、じゃあ次はね、視聴者様の作品コーナーになります。はい、じゃあ視聴者様のね、作品紹介になります。トップバッターはね369モノクローマーさん、タイトルは異次元ロード、ライカモノクローム246、レンズがカールツアイスの C-Biogon 21mm、 久しぶりデジカメで投稿しますので、これね素晴らしい、細、こんな細い路地あるんだな。まあ日本でもね居酒屋が集まる街とかにこのぐらいの細い道、あることはありますけどね、すごいねおしゃれなね、街並みにねこれ素晴らしいね角度で光が入り込んでいて非常に印象的な写真になってますね。素晴らしいと思います。でレンズのね解像度も素晴らしいですね。これいい写りですね。ライカモノクロームってモノクロームしか撮れないのかな、名前的にそうなんでしょうね。ちょっと僕は分かんないんですけど、すごい高いカメラですよね。369モノクローマーさんありがとうございます。次が落合さんの作品で2枚、タイトルが1枚目地中海神殿、2枚目が香辛料の店、1枚目がねミノルタアルファスイートデジタル AFD1870F3.5 から5.6、2枚目、あ、一緒だね、アルファスイート、コニカミノルタアルファスイートデジタル AFD1870F3.5 から 5.6 ということですね。これね、これどこなんですか、これ地中海、ギリシャかどっかかなんですかね、そうなんでしょうね。2枚目の香辛料の店っていうのも、ね、これ、古いデジタルカメラですね、コニカミノルタアルファスイート。すごいね色がしっかり出てるんですよね。特にねCCD の、多分 CCD だと思うんですけど、 CCD は赤色に強い、特性がありますからね、本当にいい発色してます。まあ写真としてはね1枚目は結構好きですけど、2枚目はね僕はもうちょっと引いた方が、店の雰囲気がもうちょっと伝わった方が良かったかなとは思いますが、これ素晴らしい写りですね。確かアルファスイートデジタルって600万画素ぐらいだったと思うんですけど、やっぱ600万画素あれば十分ということですねこれね。はい、落合さんありがとうございます。次はミッシェルさんの投稿、タイトルがね私は高所恐怖症、お願いだから落ちないでシリーズ1から3ということでね、1から3ということだったんで組写真にさせていただきました。これね家の建築アーチバーをかけて、これ塗装ですね、おそらく外壁塗装の、作業員の方を撮っておられるんですけど、確かにこれね結構無防備に、作業しておられますね。まあ落ちない自信があってやってるんでしょうけど、で
なんだハラ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 して露出がずれてしまいましたけど、確かにちょっとアンダーなんですよ。特に1枚目アンダーだったんですけどね。ミシェルさんありがとうございます。ねあミシェルさんの、カメラ撮影データ、カメラがニコン F3AIS135mmF2.8、コダックウルトラマックス400ですね。はい、ミシェルさんありがとうございます。次は野良旅人さんの作品、ね、2枚、1枚目は嵐の予感、2枚目がねステイホーム、撮影データがミノルタ XT、1枚目がね MD ロッコール35105マクロ、2枚目が MD ロッコール 50mm、どちらもフィルムはねフジクロームのベルビア100ということですね。で1枚目ちょ結構惜しい写真ですね。これリバーサルで撮ってるんで光がないんでちょっとねあの何ですか色温度が下がってるんですけど、それがいい雰囲気を出してますね。もうちょっとねつくもの切れ間からもうちょっとでも光があったら美味しい写真だったんですが、まあ全体的に沈んだ雰囲気になりますけど、それがまあ嵐の予感というタイトルとマッチしてると思います。2枚目がね2枚目がこれねあのこれ屋内で撮られたんですね。いい色が出てますね。まあ、解像感も素晴らしいですし、ミナルタのね 50mm の単焦点のね実力をよ、まあ、垣間見るという感じですね。この映ってるカメラはあの僕がねカメラプレゼントでこれ当選されたんですね。野良旅人さんね、そのカメラになりますけど、さりげなくねあのレンズフードがついてますね。これ純正ですか？純正だとすると結構レアですよね。レンジファインダーのレンジフードはあのレンズフードはこういう風に切り欠きが入っているものが多いですね。視界を妨げてしまうということで、高いんじゃないかな。これどこで見つけたんだろうね。はい、野良旅人さんありがとうございます。次がね、クスクスくんさん、作品2枚、1枚目がね、水だらい、水だらいですね。2枚目がねシンクロ、カメラがねソニー α7II、 レンズはキャノン S レンズ 50mmF1.42 M39、A モードで撮影、どちらも同じデータですね。で1枚目なんですけどね、これ江戸時代にね出てあるようなねこれ水だらいって書いてありますけど、そこにね赤いバケツがポンって乗っかってて、これちょっと面白い写真になってますね。この色の違和感っていうんですか、江戸時代っぽいあの雰囲気のところに赤いバケツみたいな感じで2枚目がねこれで、ね、なかなかのシャッターチャンス、猫がね並んで歩いてね尻尾も同じように立ててますけどね、これ、オールドレンズで撮ってますけどよく撮りましたね。これ確かにシンクロしていますね。はい、どちらもね面白い写真になりますね。はい、クスクスくんさんありがとうございます。次が、あれどれだ、あれどれだ、ここで終わりか、1,2,3,4、 あ、ここで終わりだったすいません。今日のね作品投稿のコーナー、ここまでということなんですけども、ちょっとね、待機者が5名ほど、おられるのでね、できるだけ早く動画を次の動画を作りたいと思います。それでは次は俺のカメラのコーナーになります。はい、俺のカメラのコーナー、野良旅人さんの俺のカメラの紹介、ミノルタ AFS、栃木県にあるカメラ屋さん佐藤カメラで先日行われた青空中古市にネットで参加して購入、ヤフオクでも1000円ぐらいから出品されてますね。ということで単三電池2本で動きますが、背面にある日付など液晶ボタンはボタン電池で表示される機能なのですが、液晶が表示されない不具合がありました。まあ撮影に関しては感動品なので問題なしです。電源スイッチもなく電池が入った状態でシャッターを押すだけの簡単操作ですっていうことですね。これということはシャッターボタン間違って押したらどん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 フィルムが消費されていくということなんですね。じゃあミノルタのプラカメね実はすごく写りがいいことは知ってます。で何よりね、これ写真がいいですね。プラカメをねここまで気合い入れて撮ってくれた、素晴らしい写真の野良旅人さんありがとうございます。というわけでね長らくねちょっとディフェンディングチャンピオンの、画像が変わらなかったんですけど、次からはねこの野良旅人さんのミノルタ AFS がタイトル画面になります。はい、次がね和賀さん、
和賀さんの、俺のカメラ、注油して泣き止んだキャノン AE1 をテストしています。暑くなってきたのでちょっと涼しげに撮りました。1枚目が撮って出し、2枚目がトリミングバージョン。場所は秩父の山の中です。よろしくお願いしますですね。で3枚目にね、これちらがボツかなって、 AE1 のネームが見えるように撮らなきゃいけなかったですねってことですけども、実はね僕この3枚目が一番好きですが、ちょっと露出がオーバーだったですね。もうちょっと低く抑えて金属感を出したかったとこですね。これ難しいとこですけども、ちょっとしたら補正でなんとかなるかなって感じですけど、よくこれ撮りましたね、ここまでって。いい感じで撮られております。はい、和賀さんありがとうございます。今日の俺のカメラはここまで。次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今回は、今回のね、コンタックス RTS を提供していただいた、フリーマンさんの投稿ですね。これね、リコー35デラックスっていうね、カメラね、これ3台も揃えちゃったっていう。まあ僕も1台持ってるんですけど、実はね、トラックでね、移動してたらね、シャッターが動かなくなって、今ちょっと修理を検討中なんですけどね。このカメラね、富岡広角のレンズを搭載、してまして、昭和26年発売のカメラなんですけど、かなり映りがいいと期待してて撮影してたんですけど、途中からね、シャッターチャージができなくなってね、僕は苦戦してます。なんで3台揃えちゃったんですか。これ全部動くのかな。相場としてはね、そこまで値段がつかない、相場合ってないに等しいカメラ、販売台数がね少なすぎてあんまり相場がわからないんですけど、実写済みテスト済みとかねしたらね、結構いいんでたんで売れるんじゃないでしょうかね。まあたくさん持ってることはいいことですよ。いらなくなったら売ればいいんでね。フリーマンさんありがとうございます。でフリーマンさんのね、YouTube の、ですけども、一応ね、この動画のね説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらからね動画に飛んでいただければと思います。かなりねマニアックな、動画を作っておりますね。特にねカメラ修理系の動画は見ものです。本当にね職人芸で修理していきます。このねいただいたコンタックス RTS もね修理したらしいですね。分解して修理したらしいです。革もね張り替えてあるという、なかなかの腕前をお持ちですので、カメラのメーカーとかをね、興味がある方はぜひね、フリーマンさん、もうね、結構いいお年のおじいちゃんですけども、分解の腕は超一流です。驚きますよ。で、話もね、むちゃくちゃ面白かったりしますんでね。はい、今日の動画はね、こんな感じになります。で、今週は多分もう一本動画作ると思うんですけども、次はね、こいつの紹介になっていきますね、多分。はい。これね、ミノルタのね、ハイマチック C っていうね、カメラ、ちょっと面白いカメラになります。で、ミノルタのレンズはねカラーが期待できるということで、今回はね、カラーフィルム、おしゃれなたかしたかこさんから送っていただいた、なんだっけ、コダックの、ね、カラープラスだ、コダックカラープラスで、カラネガね、カラープラスで、撮影してきた、作例を紹介しながら、紹介していきたいと思います。はい、大変ね、その長い動画ばっかりね、アップロードしてる私ですけども、長い動画のおかげでね、平均再生時間っていうのがね、再生率ですか、が低くなっておりますので、皆さんのコメントとね、高評価にね、僕の動画実は支えられてます。なんか動画がね、シェアされる、まあ、要はおすすめ動画に上がる成績順で、まあ、高評価、コメント数、あと平均再生時間、この辺が絡んでくるらしいです。で、僕の動画はね、やっぱ20分、30分の動画になるんで、どうしてもね、平均再生時間は落ちるんですよ。その代わりね、皆さんからたくさんね、高評価、コメントをいただいておりますので、そっちで成り立っていってるっていう感じなんですね。で、コメントとかね、高評価お待ちしております。特にね、高評価はね、欲しいんでね、忘れないように今のうちに押してください。
まあ、次の動画で、今週、ね、できるだけ早く、アップしたいと思いますが、またね、ジャンクカメラが、家に送られてくる家に送られてくるようで、まあ、嫁のね、角がどん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 ね、大きくなっていきますけど、まあ、その開封動画もね、もしかしたら、飛び入りで入るかもしれません。はい、今日の動画はここまで、次の動画までね、またしばらくお待ちください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた、ごきげんよう、さようなら。